小川シュート、うん、イニエスタ小川スピードがある平岡つく小川が来てシュートは続行でちょっと浦和サポーター異議小川慶次郎でチャンス西オーバーラップ小川のシュートだこれ最後小川が打ちましたが最後はシュートにしました小川少し触ったんでコーナーキックこれで神戸マイボールにしたおーと少し前にかかった浦和の山中の背中を取りました小川ウェリントンへ78分小川慶次郎投入です攻撃になるかもしれませんね小川慶次郎です レオシルバイニエスタが来るレオシルバまっすぐ行きましたすごいんですからのボールザ・ウェリントン裏に受け出すタイミングそういったことを細かく常に指示を出しています今日のピッチリポーターは滝島麻里子さんですその小川にパスがここも通るさあビジャが中に絞っていきますが西です西から中シュート最後は小川内側で小川慶次郎逆サイドから中に三田が入ってきますここは小川の良さが出ましたいやー、入れてもらった小川慶次郎1対1仕掛けてシュート見事な追加点小川いや、このゴールは大きいですね滑ったんですよね、まあ、これいい対応されてたんですけれどもゴールキーパーのニア上ですよねここはやっぱり狙いどころではあるんですよねいやうまくシュートフェイント使いながらニアの上狙いましたね、交代出場の小川慶次郎が一仕事しました、まあ、この角度だと逆サイドの下かゴールキーパーの頭の上狙いどころなんですけれども、通しましたね、でもこのゴールは大きいですね初めて2点差5対3にしましたスルーパスにした深いところまで折り返す逆サイドチャンスシュート小川慶次郎いやでも神戸っていい形できましたからね、はい、ほらや小川か中子室谷が来た室谷が来たよく戻った小川慶次郎いや本当ですね一体が連動しないと、ああここも長い距離走った山口そして小川初瀬も追い越すクロスを上げるヘディングウェリントン昨シーズンは湘南でプレーをしましたがもともと下部組織から神戸一筋のプレーヤーでしたその小川です山根そのままのあこれはチャンスですねどこに出すか小川慶次郎対角にはビジャ遅れとウェリントンビジャの方に出しますウェリントン小川は元湘南にいたという時代がありましたこれは幅を使いますこれは効果的です気持ちいいですね見てて、ね、本当そうですよねさあアクセントをつけたい神戸シュートです気持ちは分かるというシュートですメリット小川クロス落としてシュート田中純也ボールが出る前の大崎との、ね、やり合いは面白かったですけどねカットインで小川慶次郎ミドルシュート、うん、少しボールが揺れてきました
サポーターもウェリントン、小川2人、もう一度イニエスタ、ファールじゃないかとアピールをしました。小川、イニエスタから前3選手という感じですね。あのイニエスタはやっぱ左サイドがドリブルしていくときのアウトで出すタイミングがちょっと分かりづらいですよね。しっかり足を振り切ったっていうところがね、最後ゴールにつながりましたね。はい、長門に対して小川です。押し上げることでコンパクトを保てると思うんですけども、まあ、その間に少しスペースが裏抜け出した。古橋だ、古橋、どこに小川、小川にラストパスが出た、シュート、今日2点目、神戸が突き放しました、2対0。小川球児も今日2ゴール、今日ものにしたのは神戸です。デルマーレ選手からですかね、まあ、前線のボール、ロングボール入った瞬間だったと思うんですけども、島本選手が少しかぶってしまって、まあ、古橋選手が抜け出した状況でしたけどもね、まあ、最後小川選手もしっかりとフォローする中で決め切りましたね。はい、まあ、シュートもしっかりとゴールキーパーを見て、まあ、逆を突くような、まあ、しっかりとシュートを打てましたよね。9分のゴール、神戸が突き放しました。そうですね、うまくこう中間ポジションを取ってボールを引き出すような動きがしたんですね。丸橋、ソダイに巻き込むようにして、これはいいカバーをしました。今の小川のプレーです。松田が拾う、小川のディフェンス、ポドルスキー、古橋、その後ろ小川、の先を見てるあのパスね、古橋、さらには小川まで見えていた。1対3です。あのパススピードからしますと小川でしたかと思います。前ですね、シーズン5点目、1対3とリードを広げました、ヴィッセル神戸。